モンタナ市にあるオスマン帝国統治時代のハマムと、モンタナ州はブルガリア北西部に位置する州。州都はモンタナ。モンタナ州の基礎自治体モンタナは19世紀末にフェルディナンド一世にちなんでフェルディナンドと解消される以前の名はクトロビッツァであった。戦後、共産党体制の支配下でミハイロブグラと解消され民主化された後の1993年に古代。 ローマ帝国時代の名称、モンタネンシウムにちなんで、モンタナと解消された。モンタナ州の南側及び西側は、バルカン山脈の西の終わりの近くであり、標高が高い。一方北部にはドナウ川が流れており、平地が広がっている。ドナウ川は、ルーマニアとの国境となっており、川を挟んで、北は、ルーマニアとなっている。北西で、ビリン州。 東にブラツァ州と接し、南はソフィア州である。また、西はセルビアとの国境となっている。州都のモンタナは、州の中央部ドナウ平原とバルカン山脈の境界付近にある。ドナウ川沿いのマチロムには川に向かって港が築かれている。ブルガリア各州の中でもロマの人口比率が高い。 総人口は2003年現在182,258人であり、うち86.4%は、ブルガリア人 12.、12.5%がロマである。ありがとうございます。